データグローブとは、コンピュータと人間とのインターフェース用装置の一つであり、人間の手の単純な動作から情報入力を直感的に行えるセンシング装置として考案された電気仕掛けの高価な手袋である。指の曲がり具合のような物理データの取得に多様なセンサー技術が用いられ、各種形式が存在するが、一般への普及は限られている。限定的ながら、 コンピュータからの反応出力も行えるものもある。P5 ワイヤードグローブが Windows マウスのように使用されている。片手だけものが多いが、両手で使用するものもある。比較的低価格のものは、指の曲がりだけが測られるが、価格に応じて、指同士の角度や手首の動き、外部装置と組み合わされるなどして、手の絶対位置や姿勢まで読み取れるものもある。指の曲がり具合は、 光ファイバや抵抗素子などで測定され、手の絶対位置や姿勢データは磁気センサや感性センサといったモーショントラッカーにより計測される。これらの動きは直ちに専用のソフトウェアによって解釈され、一つの動作から多数のデータが生じる。ソフトウェアによっては手の特別な動きはジャスチャーとして判別されて、コンピューターへは命令として伝えられる。 高機能なデータグローブは、グローブ内の指先を押すことで手が触った感覚を再現する触覚フィードバック機能まで備え、情報入力だけでなく出力装置としても使用できるものがある。データグローブは、ワイヤードグローブやサイバーグローブとも呼ばれほぼ同義のものとして使用されているが、差異があるか否かを含めて、これらの意味的関係は完全としていない。 ダタグラブとサイバーグラブはコメさんマイクロシステムズ社とイマージョンコーポレーションのそれぞれに属する商標である。指の曲げ具合を測定するデータグローブにとっての基本的な機能も、その取得の程度はいくつかに分かれる。N 本の指の曲げ量を N 個の数値としてのみ出力する単純なものから各指の関節ごとに測定するもの、さらにそれらに加えて各指同士の距離、 または開き角度を測定するもの、手のひらの曲がり、具合を測定するもの、手首の曲げを測定するものなど様々な段階がある。指の曲げ具合等を測定する基本的な機能に加えて、モーショントラッカー装置を取り付けることで、手のピッチ、用、ロールといった角度情報と X、Y、Z 軸方向での座標情報も測れるようになる。これらの情報によって、 使用者の手で行われるほとんど全てのジェスチャーを含む動作が再構築できるようになる。伝統的にデータグローブは指の曲がりを測るセンサと位置情報などを測るセンサは別々に購入されるなど高価なものだけが存在した。データグローブの低価格化の取り組みとしてカメラとコンピュータビジョンを使い触覚フィードバックを犠牲して手の 3D 姿勢と軌道を追跡するものがある。 この画像ベースでのデータグローブでは手首にカメラを一つと各指先には QR コードに似たマークがプリントされた大きなサイコロ状のビジュアルマーカーをそれぞれ取り付けコンピュータビジョン技術を使用して指先の相対位置を概算する一度指先の情報が得られると各指の関節の位置とを見積もるために逆運動学技法を用い仮想世界での指の運動を再現する 最初に家庭用として登場したデータグローブの一つはマテル社のパワーグローブであった。これは任天堂エンターテイメントシステムのゲーム用手袋として設計された。それは分解能が低いトラッカーと指の曲げセンサーを備え、甲の側にボタンを備えていた。2001年にはエッセンシャルリアリティが安いゲーム用手袋という同じような狙いのものを作り、現在では P5 グローブという PC 用のものとなっている。しかしゲーマーズの間でもこの周辺装置は普及していない。皮肉なことに専門店では今では古いパワーグローブがより洗練された P5 グローブより高値で販売されている。データグローブに使用されている主な技術を一家に示す。これら以外にも多様な技術の採用が研究されていると考えられる。 手袋の外面に樹脂製の光ファイバーを這わせ、手元の発光部からの光が指の屈曲に応じて漏れることで減少した光量を指先で折り返され戻ってきたもう一旦の受光部で測り指の屈曲度合いの情報を得る。測定すべき屈曲部で特に漏れが大きくなるように作られ各指の第一種と第二種に対応する二往復のファイバーが手袋に内蔵される。 この形式のものは親指を含む指同士の距離関係や手のひらの曲がりは計測しない。手の大きさは各陣で異なり、光の漏れ具合は装着者ごとに異なるため、使用開始時にキャリブレーションが必要になる。グローブ内に埋め込まれた20個前後の薄く柔軟性のある小さな歪みゲージによって、各指の関節ごとの屈曲、各指同士の開き具合、 手のひらの曲げ、手首の動きまでがリニアに計測できる。磁気センサをグローブの手首の甲側に埋め込んで外部の発信コイルからの磁界を捉えることで三次元空間中での位置と姿勢の情報を得る。データグローブに極めて近い、またはデータグローブに含まれるものとしてセンサ手袋がある。主にデータグローブは人の手の指の屈曲を捉えることで コンピュータへの入力情報を提供することが目的であるがセンサー手袋は屈曲ではなく手で物を掴んだ時の圧力を測定することで情報入力を行う。シリコンゴムの中に炭素粒子を均一分散させた感圧導電ゴム製のセンサを多数グローブ内側に並べて圧力を計測するものである。感圧導電ゴムのセンサは柔軟性や加工性があり、 耐久性もある、程度期待できるが、機材となるゴムは、粘弾性があるために計測に、ヒステリシス特性が生じ、定量的な測定には不向きとなる。高機能な種類では立体式技術と組み合わされて、両手で操作することで真に仮想現実空間に没入する目的で使われるものもある。MGR&AA、マシェフスキー。 コンピューテーショナルモデリングフォーザコンピュータアニメーションオブレガドフィギュアスインプロシーディングスオブザエルフスアニアルコンファレンスオンコンピュータグラフィックスアンドインタラクティブテクニクスページーズ263から270アクムプレスジュライ1985過去に使用されていたアセンシャルリアリティという URL アドレスは現在は使用されていない ABCD 西原和恵編 センシング入門オーム社2007年3月20日第1版第1冊発行 ISBN 9兆7842億7420万 3787P71 から83ありがとうございます。